ぼちぼち時間だ。大海賊キャプテンバギーの恐ろしさ、派手に味わいやがれ。よし、行こうか。360ポンド砲やるだけ。サウンドラショーマンの発砲ストレッチャー。サウンド本気で行く。サウンドラショーマン、僕超えのロロノアを仕留めるチャンスだ。なんて野郎だ、ガードを破るとは。てめえの正義も重かろうが、こっちもいろいろ背負ってんだよ。やるじゃねえか。三刀流を待たせた。あとはわしに任せておけ。遠慮ないよね、ジョーニック。あれは怪人。助けてくれ。誰が怪人よ。お仕置きしたるわ。サウッシリ、サウッシリ。俺の火花を喰らいたいの。急いだ方が良さそうね。行くわよ、ジェルマン W6。
それは戦隊ヒーローだ。怪人をやっつけてくれ。変にないよ、ネズミ鬼っ。やっ、よし、次に切られてえのはどいつだ。それには効かねえが、この剣もすげえ威力だな。押されておるの。いかがかしら。わしの首で押し返してやるわい。勝てない、勝ち目がないのよ。私逃げる、止めんねえ。続けようか。そんな力を持ってたのか。助かったわ、ありがとう。360ポンド砲。弟がお世話になっているんだもの、ここで少しお返ししとくわね。俺の火花を喰らいたい。出来損ないの仲間だ。どこまで戦えるのか見ものだ。強力、これはかなわない。言ったはずだぞ、キルンちゃん。すがたけ、すごいわね。頼りにしてもいいかしら。腰をよ、アッポか。360ポンド砲。ほっとけねえな。加勢するか。この感覚を待って。なんで油を売ってしまわねえ。先を急がねえと。なるほど、お前はサンジと違ってなかなか戦えるようだ。くそ、捕まえて監獄にぶち込んでやる。相手はロギアか。俺に任せろ。麦わらの一味、見逃してやるから行けよ。なんて言うわけないだろうね。俺の火花を喰らいたいのか。ホワイトにストライク。行くぜ。サンディ、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 スネーク。一人ホワイト、これでどうだ。ホワイト、ファビオ、もっと強えのを連れてこい。退屈しのぎにもなりゃしねえ。やるじゃねえか。俺の火花を喰らいたいの。俺の火花を喰らいたいの。おにっくり行くぜ。なんだこいつ。お前らに用はねえよ。よくやった。部下に合わせる顔もねえ。おめえの正義も重かろうが、こっちもいろいろ背負ってんだよ。いい切れ味、あれなら痛みも感じないんじゃないかしら。さすがの強さだべ。私にとっていかがかしら。おい、ここはもらっとくぞ。お前は弱者ではないよ。恐竜王義、三点撤回。
待ってた。フォロワイじゃろうか。左に蹴りをつけようじゃろうか。ルフィの神剣だ。三刀流奥義。世界。始めようか。道を開けろ。俺は先に進まなきゃならねえ。天秤が寄れず鬼っ子よ。この手雑魚を千人倒しても足りねえ。俺が目指す剣はまだまだ遥か彼方だ。どうだ、まったく派手無双な野郎だぜ。見ておれ、すぐに挽回してやるわよ。青2歳が取り立て三張り切っているのね。みんなしっかりしてください。あの人に笑われてもいいんですか。仲間と一緒なら何も心配いらないわね。消すと言われて消される玉じゃねえんだ、俺は。
てねえ敵からは逃げてよし、精一杯やればよし。いいな、お前らの勝ちがありえねえよ。ているんだもの、ここで少しお返ししとくわね。俺のことを知ってるか？レインテンポイートエッグ
キュート美人だと思ったら大間違いよ。波のやつ頼もしいじゃねえか。俺も負けてられねえな。どうちきしょうが逃がさんぞ。それ覚えてろおめえ。とそんじょそこらの交換士と一緒にしないでくれる？あら、ずいぶん張り切っているのね。サポ、バナーとどうしたの？なぜ戦わなしてくるの？ルフィの記事を見てたら、ニヤニヤしすぎて顔がちょちょわっけ。待ってる！麦わらボーイの専門、トンゴ禁止！そうして弟を支えてやってくれ。よろしく頼む。なんちゅう勢いじゃ。ローリング楽しいの。レインテンポ容赦はしねえ。すべてに決着をつけてやれ。あんたたちがやったことの何が正義だっていうの？ふざけないで！やるじゃないのキャブルー！さすがは麦わらボーイの仲間ね。これはまずい事態だな。やっと治った。悪いな、俺たち革命軍も力を貸そう。お前じゃ相手にならねえ。ここは手を貸そう。弟がいつも世話になってるからな。バカ足も一緒に行くわ。決断はいつも突然よ。逃げろ、うっとせ。邪魔しないで言ってるでしょ。すごいわね。頼りにしてもいいかしら。レーザー治療か。こんなの相手にどうしろって言うのよ。お前じゃ相手にならねえ。この辺雷注意報よ。ヤークラップ。お前じゃ相手にならねえ。みんなご苦労様。あたしたちの勝ちね。
オーダー受けたまわりました。ぼちぼち時間だ。準備はいいか？作戦開始だ。その汚い口を二度と聞けぬようにしてくれる。任せろ。ここは俺に任せろ。悪党どもには渡さねえ。塩ビマヨネーズ鬼くりゃ。行くぜ。取り立て。と、シャウ。ラッシュ。この感覚をまだ。ウッドホワイト。ランチャー。
360ポンド、もっと強えのを連れてこい。退屈しのぎにもなりゃしねえ。いいぞみんな、とにかくぶっ飛ばせ。部下に合わせる顔もねえ。てめえの正義も重かろうが、こっちもいろいろ背負ってんだよ。よし、この縄張りはもらったぞ。まだじゃ、その程度では満足できぬ。こちら戦闘丸、目標付近に到着した。これより任務を開始する。温存。天理がよれず鬼君、最悪の世代のやつを見かけなかったか。行きで行く。あいつらのせいで僕の人気は。本気で行く。本気で行く。やめてかよ、しょうがねえ。よいさ。麦わらの部下、一筋縄じゃいきそうにねえな。海軍本部に戻って報告しとかねえ。お前らに用はねえよ。三刀流奥義、君も僕の人気を脅かすのか。麦わらの一味、油断ならないな。ちくしょう、最悪だ。兵力の違いを。まずは俺がやる。これで終わってたまるか。俺は逃げるぜ。意志が伝わる。いいぞみんな、とにかくぶっ飛ばせ。何をしておるんじゃアホ。天理が読めず鬼っくり。心をしろ。俺とやる気か。その度胸が本物か試してみよ。し、次に切られてえのはどいつだ。君も僕の人気を脅かすのか。油断ならないな。天理が読めず鬼っ子。また革命軍が我々の邪魔を。相変わらず目障りな奴ら。あいつらより先にあそこを落とせば優位に立てそうだ。そこそ。参戦世界美剣スワンレイク。今日のところは負けといてやるわ。おめえの正義の重かろうが、こっちもいろいろ背負ってんだよ。いいぞ、もっとぶっ飛ばせ。敵もバカじゃなさそうだな。大事な一戦、負けることは許されません。こんなところで死ぬのはごめんだ。続けようか。
君も僕の人気を脅かすのか。麦わらの一味、油断ならないな。みんなしっかりしてください。あの人に笑われてもいいんですか。ヒオラ軍人、すぐに終わる。この勝負に勝ちゃ俺はさらに強くなれそうだ。麦わら屋の仲間か。アリーが全力で行くぞ。それしかないだと。なんという誤算だ。もっと強えのを連れてこい。退屈しのぎにもなりゃしねえ。そうして弟を支えてやってくれ。よろしく頼む。すぐにどう持ち込みやがって。カウンターショック。ここは手を貸そう。弟がいつも世話になってるからな。キャンプじゃあな。お前らに用はねえよ。まだじゃ。その程度では満足できぬ。おいおい、うざますぎるだろ。しっかしっそんそん。少しはやる。楽にしてやる。シャンブルズ刻んでやる。シャンブルズ歯車を壊したぞ。もう誰も引かせねえ。一撃ジェクションショット。一人だけセルベ。シャンブルズ、シャンブルズ、じゃあな。歯車を壊したぞ。もう誰も引かせねえ。一撃カウンターショック。この感覚を待ってた。くそ、どうにもならない。剣士と名乗るやつには負けねえよ。おいしい、強えじゃねえかよ。このままじゃバカにされても仕方ない。私一人でも押し返してみせる。麦わらより強く美しいこの僕に存分に頼ってくれて構わないぞ。女を弱者よ。戦いに手を抜くあなたに負けはなくとも勝ち目はない。手柔らかい。楽に死ねえ。しっしっそんそん。でっかい俺たち。楽に死ねえ。でっかい待ってさん。でっかい体曲がり待つ。しっしっそんせい。こいつらまともじゃねえ。刀に意志を伝える。我々の前から消え失せよ。悪くない働きじゃ。続けよ。不正。
俺たちの勝利だ。勝ち時をあげろ。いいじゃねえか。メリー号に別れを告げ、戦いの傷を癒すルフィたち。そこへフランキーが現れ、一味のために新しい船を作りたいと申し出る。ルフィたちはフランキーの提案を喜んで受け入れ、新たな船の完成と未だ戻らないウソップを待つことになった。そこに突如海軍本部中将げんこつのガープが現れる。ガープは長年にわたって海賊たちと戦い、伝説の海兵と称される強者である。お気かルフィ、いってげ、じいちゃんじいちゃん、愛ある拳は防ぐ術なし。ずいぶん暴れとるようじゃのルフィ。ガープは孫であるルフィを強い海兵にするため幼い頃から鍛えていたが、赤髪のシャンクスの影響で勝手に海賊になったことに激怒していた。シャンクスは俺の命の恩人だ。悪く言うな。ごめんなさい。じいちゃんに向かって言うなとは何事じゃ。そもそも赤髪がどれほどの海賊かお前分かってるのか。シャンクスはグランドライン後半の海に君臨する4人の大海賊、四皇の一角を担う強大な海賊であると語るガープ。その四皇を食い止める力として海軍本部オーカ七部会が存在し、三つの勢力が拮抗することで世界の平穏は保たれているという。さらにもう一人、ルフィの肉親に衝撃的な人物がいることが判明する。その人物とは革命家モンキー・ディ・ドラゴン、ルフィの実の父親だという。ドラゴンは世界政府打倒を目指す革命軍の頂点に立つ男であり、知らぬ者はいない世界最悪の犯罪者である。あ、これやっぱ言っちゃまずかったかの。今のなし。さてお前はわしの孫なので、この島で捕らえるのはやめたと軍には言い訳しておくので安心しろ。その後一人の海兵がルフィの前に姿を現す。
僕です。コビーです。チビで泣き虫だったあのコビー、本当か。海軍総長コビー、彼はイーストブルーでルフィとゾロに出会い海兵になるという夢を後押し。近くにお二人がいると聞いて、いても立ってもいられなくて。しかしお前、成長期にも程があるぞ。驚いた。なんでグランツ。まだまだ将校には慣れてないけど、今は本部でガープ中将に鍛えてもらってるんです。ルフィさん、このグランドラインの後半の海の呼び名を知ってますか？新世界、次の時代を切り開く者たちの集う海。その海を制した者こそが海賊王です。僕、もっともっと強くなりますから。新世界、麦わらさん、手配書見ました。あんた、とんでもねえ額ついてるぜ。それに他のみんなも追加手配されちまってる。うわぁ、上がった。ソゲキングにもついてる。なんで俺だけ得なんだよ。これのどこが俺だ。笑われる。俺だって海賊だぞ。ちゃんと男らしく戦ったんだ。まあ、いろいろと言いたいことはあるだろうが、見てほしいのは兄貴が賞金首になっちまった。このおきっと兄貴は俺たちが心配で島を出ようとしねえからよ。兄貴を海へ連れ出してくれ。あの人もともと海賊の子なんだよ。え、夢の船が完成したぞ。フランキーの兄貴がみんなを呼んでこいって。あと出航したはずの海軍が戻ってきてるんだ。急いだ方がいいかもしれねえ。じいちゃんが？海賊王になるなら、この百獣の王の船に乗れ。フランキーからの伝言だ。フランキーはどこ行ったんだ。俺、あいつに決めたんだ。船大工、
本気であいつを連れていく気があるなら力ずくで連れていく。それが唯一の手段だ。俺たちが無理にでも兄貴を連れてくる。手伝ってくれ麦わらさんたち。爽やかに別れた手前、恥ずかしいですが相手になってもらいます。強くなるんだ。望むところだコビ。やっぱあなたとここで再会できてよかった。必ずまた新世界で会いましょう。よし、準備もできたし始めるか。素手で大砲を撃った。年が取りたくないもんじゃ。最近パワーが落ちていかんわよ。じいちゃんをどうにかしねえと攻撃が止まらねえぞ。パンツ返せこら。俺の一丁だ。兄貴は俺を追ってくる。麦わらさんたちの船までうまく誘導してくれ。貴様、サイボーグフランキーの手下だな。フランキーはどこに。しまった、かいぐった。兄貴も追ってきてるってのに。やべえ。どけ、俺は今忙しいんだ。てめえ、覚悟はできてんだろうな。ウソップ、戻ってこねえのか。ルフィ、分かってんだろうな。俺が頭下げてくるまで認めちゃならねえ。今回ばかりはこいつの言うことが正しい。深い謝罪を聞けるまでは黙って待とう。ロケット、スーパー、レッド、アルナゴ、キナ、レッド、ロケット、ロケット、よ、レッド、よ、レッド、サメ、よ、レッド、よ、レッド。諦めると思うなよ。ロケット、ロケット、レッド、ロケット、ナイフ、レッド、レッド、ロケット、ロケット、ヨ、レッド、ロケット、ナイフ、ロケット。いたぞ。
ランキーの手下だ。今度こそ逃がすな。ロケット、ロケット、ザコン、なんてめえ。できるじゃん。取ったぐらいで、そもそも俺は船大工を辞めた身だ。だからそいつは俺の作る生涯最後の船になる。念願だったんだ。それこそが夢の船だ。待てフランキー、こいつはまだお前の言う夢の船にはなってねえはずだ。出航していくつもの海を越えて、幾度もの戦いや困難を乗り切り、海の果てへ到達した時、その運命の日を見届けた時に初めて夢の船になるんじゃなかったのか。やりてえことが変わったんだ。やりてえこと？それは違う。お前が今この島でやってることは全て償いだ。もういい加減に自分を許してやれよ、フランキー。なんだ？旅の荷物です、兄貴。ねえ、
頭振り絞って一生懸命考えたんです。子分どもに敷かれたレールを棟梁の俺が歩けるか。申し訳ねえ、でも少しくらい考えたらダメですか。俺たちみてえなゴロツキを拾ってくれた大恩人のあんたの幸せも考えたらダメですか。ハリボテ修理士ができねえ素人どもめ、これだけ立派な船に大工の一人も乗ってねえとは船が不便だ。仕方ねえ、世話してやるよ。おめえらの船の船大工、このフランキーが受け負った。やったくらザー君。はっ、海軍が迫ってる、出航の準備しとくぜ。ああ、あとはよし、帰るぞ仲間のもとへ。あとはどう自然に一味に戻るか。新しい船に乗り込め。ただし途中の海軍はみんなぶっ飛ばすぞ。了解キャプテン。何もせず見逃すってわけにはいかねえぞ。足止めでもしとこう。あの氷壊しといたらウソップが青生地から逃げられるかな。蹴散らして切れる。おめら、この船の名前だが。ダイオネル親。暗黒だ。一種ひまわり。正気かおめら。やめろよな。悪は蹴散らすのみ。あらら、俺の相
相手してる暇があんのか。まさかあの時のあのジョーク信じてねえよな。ちょっとそこどいてくれるか。いい加減にしろよ。望むのバズーカ。ちょっとそこどいてくれるか。俺が帰った暁には副船長になってやってもいいぞ。なかなかやるじゃねえの。これ以上の邪魔は野暮ってもんだな。チョッパー、いい天気だし釣りしようぜ。で、そんな場合じゃねえか。ウソップ、おい、お前まで。おー、ウソップ、アゲハ粒子。おい、チェットだよ。なんで俺と別れようってのか。意地を見せてやる。フランキーを仲間に加え、海軍の追撃をかいくぐり、新しい船に乗り込んだ麦わらの一味だが、そこにウソップの姿はなかった。やがて船は出航し、ウォーターセブンの町は小さくなっていく。
その時船を追って一人の男が現れた。ごめん、意地張ってごめん、俺が悪かった。今さらみっともないんだけど、俺日美をやめるって言ったけど、あれ取り消すわけにはいかねえかな。ダメかな、頼むからよ。お前らと一緒にいさせてくれ。もう一度俺を仲間に入れてくれ。バカ野郎、早く捕まれ。サニー号から伸びたルフィの腕がウソップをつかみ船に引っ張り上げる。ようやく全員が揃い、一味は歓喜に沸き立つのだった。サウザンドサニー号、過酷なる千の海を太陽のように陽気に越えていく船。アイスバーグが提案した船の名前を気に入った一味は本格的に船を出す。さあ行くぞ、驚異の緊急加速装置クウードバースト。クードバーストによって一気にガープたちの砲撃から抜けた麦わらの一味はサニー号と共に新たな航海に突き進む。メリー号にできてこの船にできねえことは何一つない。だがあの船の勇敢な魂をこのサウザンドサニー号が継いでいく。今日からこいつがおめえらの船だ。あやったな。
冒険の匂いがする。俺も行くぜ。私とお前の能力があれば怖いものはないがね。してやられた。オーマの層、ここでまでだ。お客の木、それだって。まだまだ。この関係油断したか。お前にだけは絶対負けねえ。麦わら、少しは腕を上げたようだな。やっとけ無駄だ。何を言っていて。嵐を呼ぶディーキャ、恐れはしぬな。今のうちに勝っておくぞ。対峙する気はない。どうしたのかね。お前にやられるとは思っても見なかった。ミンゴは俺がぶっ飛ばしたぞ。よくやってくれた。私の作戦通りだがね。あの程度で喜んでいるようではそこは知れるというものだ。お前と一緒に戦う日が来る。楽しみじゃのう。待たせたな。俺も戦うよい。次世代の申しは、その器を見極めよう。さあどうする。さあどれほどのもんか見てやるよ。ままならぬこともあるか。やめねえよ。俺は海賊王になる男だ。いい能力持ってんな。いつか奪ってやるぜ。レディーたちは俺のお菓子を待ってんだ。足りねえ材料を集めてきてくれ。いつもうまくいくとは限らねえ。負けねえよ。俺は海賊王になる男だ。ルフィ、そなたの姿直視できぬ。
覚悟しろ。もう後へは引けねえ。お前を超えて俺はもっと強くなる。ロケット。レッドホーク。爆持ち。私とお前の能力があれば怖いものはないがね。こんなことをして私を誘っているのかしら。ママをぶっ飛ばすって言ってたな。私が現実を教えてやる。なめるなよ。覚悟はいい。舐めてたのは俺の方か。負けねえよ。俺は海賊王になる男だ。そうじゃ、敵に遠慮はいらんぞ。相変わらずろくでもねえな。このお菓子、君のために作ったんだ。今から二人で一緒に食べない？わらわに貢ぎ物とはいい心がけじゃ。そこに置いて立ち去るがいい、男。よっ、デッドホー。そんな、でも釣れないところも麗しいよ。デッドホー。一緒には食べられなかったけど仕方ね。手伝ってくれて助かったぜ。この縄張りは俺たちのもんだ。いい能力持ってんな。いつか奪ってやるか。あいつそろそろ黙らせとくか。新しい時代を制するのは誰か。
蹴りをつけようじゃねえか。させとこうじゃねえか。麦わら。さて、飯にするか。Shit.